誰だ。見事な活躍だ。エルガドおじさん、エルガドおじさん、ありがとう。ラパーチェ、ラパーチェ、ちょうどいいところに聞いて聞いて、ゴアマガラちゃんの依頼が来た。それはビッグな間違いだぞ。超絶に多忙なのだ。というわけで、ケチョンケチョンにしちゃってね。普通のゴアマガラと違う？ちっちゃ姫に緊急が届いたってよ。ちっちゃ姫、このゴアマガラもしや、もしや、もしや、混沌のゴア。じゃあ混沌のゴア行きましょうか。はーい。何故私は落とされた。何故私はなれなかった。帰るべき天井の間際にして拒絶され、うなりうめき倒れる定め。絶望と狂気を沈めたまえ。あ、大社アートなんだ。大社アート、ムービーあんの忘れてたな。それあるか、新しいモンスターだから。ナルニャンたちで芝いて、ぬいぐるみで芝いてやるぜ。うわー、ゴアだ。お、専用の BGM、 もしや。あ、こんな BGM だったっけ。え、カンってカンとかあるの。なんでね、何の声かと思った。イノシシやないかい。買った。シャガルの手固くない？シャガルの手の部分。あ、ドスンしてる。かっこいい音楽が。あ、ふくふくしたいな、これ。一回だけか。ゴアだ。今んとこゴアの方が。お、うん、ゴアとシャガルが混ざった動きした。あー、そういえばこんな BGM だったかも。そういえばこんな BGM だったかも。いやー、懐かしい。いや、懐かしい。こんな BGM だったかも。虫もっこ欲しいな。虫一気に2つ取れた。なんだこの段差、めちゃくちゃ嫌なとこいるじゃん、これ。
パンパンパン。おお、ドスン遅め。今完全に間に合わないと思った。あら、なんか威力は高い。どっかで削りたいなと思う今日この頃。え、もう今のところ完全にこうあらららら、角生えちゃった。角生えちゃった角生えた瞬間に麻痺。これはでも削るチャンス。必ず借ります。よいしょ。なんか取って、当たるんそこ。今のところ5話なんだけど。お、解除した。角が生えた。本当のゴアって何が強かったんだっけな。おうち。ドン。なんか猫流装があるよ。最高ね。最高ね。お、乗れる。よいしょ。なんか普通のゴアさんなんかあれかな、怒ったらなんか違いがあるか。お、なんだそれは。これ新しいやつ。
お、解除した。ドンって音好きなんだけど、もう反応。いや。虫がいないから、居合でも入れちゃおう。やっぱ居合貯めるとぬいぐるみだとあれだね、鞘がないからちょっと竜の大粒涙。あら、そっち行っちゃう。よいしょ。じゃあヒットポイントもらって、いた。あれ取れてない。あれ見切りにならない。なんでだ。飛び込みもあれか、普通の怖さなかった。いた。あ、それ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 がなんか初めてな気がする。なんかめっちゃ弾かれるな。白で弾かれるから紫じゃないとダメか。ダダダン。うん、取れてない。全然カウンターが取れてないね。あ、早かった。もうちょっと。なんかあれ当たりやすくなってる。これはシャガルの動きだね。おお、そんな攻撃だった。かっこいい。なんか取りやすいカウンターあるんだけど。え、なんだこれ、くらー。なにそれ。その後めっちゃ隙がある。下巻いちゃった。あるだって。あ、こっちか。移動がめんどくさいな。
あ、チンワンワン。チンワ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 ンが来た。よいしょ。なんで混沌のボアさん追加なんだろうね。よいしょ。出してきた。おう。え、チンワ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 ンどこ行っちゃった。お。けネコ流走。ナイスネコ流走。解除した。あれだな、もっと切れ味のいい切れ味のあれか、肩も弾かれんのか多分。だ。うわ痛い。なんかそれいつも当たんないのに。え、捕獲できんのこれ。ああ、見切りが間に合わない。もうちょっと遅いね。もっとギリギリまで引き詰めて引き寄せてからの居合バット。ここは変わらず八重バットが入る。あ、八重バットだよ、カブト。取れたけど取れてない。あー硬い。取れなかった今。やばい、やばー、それめちゃめちゃゴリゴリ減ったけどあ、待って、爆弾落ちかこれ。カーンがちょっとやっぱ痛いな。そうなると心眼つけたくなってくる。よいしょ。あそこで寝るんだ。開いた。チャチャララーラー。あー取れなかった。最後まであれ取れなかったな、カウンターが。うーん
って待って、一回ちょっとクイッて上に上げてからのカウンターか。ちょっとかわいそうな、かわいそうな存在だよね、コアマガラちゃん。切れ味のいい武器にしてやった方がいいね。カンカンしちゃうな、なんか。まあ、そこ殴らなきゃいいんだけどさ。お、ギャラリーに新しいイベントシーン。よし、ということで、開いた。どうもありがとう。どうもありがとう。ゴアマガラ倒してくれたんだよね、やばい方のゴアマガラとは。タドリさんの故郷を滅ぼしたモンスター、このことは内緒だよ。終了。お、おーい、ちょっと、あ、なんか、あれが解放された。あー、マカレン金の新しい。マカレン、え?マカレン金の。あ!新しいのが増えている。なんだこれ。スキルを一つ指定し、モンスターを育てて、評価分、導入することで、宝石をいくつか生成したい。なんですって、好きなスキル選べんの。何にしよう。能刀術かな、やっぱ能刀術にして。待って、300なんだ。300でやってみるか。一回やってみよう。んで、あれだね、装備が、あ、話しかけられない。装備が増えたよね、武器。なんかいつも見忘れちゃうんだけどさ、これ、武器何増えた?ん?え?あ!カオス・オア・ロー。カオス・オア・ロー。え、何?回心率マイナス30%?15%? どういうこと?使い手にこうして回心率が変化。あ、恐竜ウイルス克服した時に回心率プラス 15% ってことは、恐竜症ってあのスキルあるから、あれつけたら 35% ってこと。 35% になるよって。恐竜症スキルと相性がいいみたいな、そんな感じですか。あ、ネフィリム、どんな装備?おー、どう、良さそうだな。奮闘、体力の赤ゲージが長いほど回心率と属性攻撃力が上昇。スタミナ消費無効。前から、え?スタミナ消費無効ってことは、
え、双剣とか弓とかがすごいいい。あ、強化って何？え、どういうこと？早替えの章を青に切り替えると体力が全て赤ゲージの徐々に減少。赤いゲージが残ってる限りダメージを受けても力尽きない。赤いゲージがなくなったら死ぬってことだね。だからその前に赤いゲージがなくなりそうになったら青の章に切り替えて回復するみたいな。え、これ新しいやつか。最下転覆。リバールクシャナ。あ、え、頭装備すごない？リバルカイザーホーン。頭装備なんか、すごいね。浮いてるね。風まとい。鉄柱主義しようと風をまとい？かきりむちゲージの回復速度が上昇する。攻撃当て効果持続、上昇率が増加、納刀すると効果解除。納刀すると効果解除。特殊納刀入るのかどうかだよ。だいぶ違う。はい、これ粉塵まとい。粉塵がまう。色に応じて異なる効果を得られる。粉塵が赤い時吹き飛ばされ攻撃を受けると爆破が発生。粉塵が多い時攻撃当てると攻撃箇所に爆発を発生させる。え、爆破武器じゃなくて爆破がつけれるってこと？盗みを無効化。なずちゃん用だね。装飾品って増えた？増えてる。あ！いい！一スロー？これはいいんじゃないですか。一スロでこれつけれんの？体力自動回復つけれんじゃん。え、熱い。ちょっと、あ、弾が必要。装備更新したくなっちゃう。ちょっと待ってよ。私今さ、フルチャーしょってんですよ。フルチャー装備がいい感じに、いい感じになるんじゃないですか。あ、いや、これ毒たちか。まあいいや。ちょっと装備見直しましょうね。というわけで、今回のアップデートの追加モンスターはこれで終わりか。なので、あとは、怪異等級、怪異モンスターの方を進めていきたいと思いますんで、今日ね、ちょっと公開録画してたんだけど、この後、ちょっと枠を切り替えて、マルチ参加型で、怪異研究レベル上げをしていきたいと思います。そうね、ネクストって出てるもんね。はい。というわけで、今回はここら辺で終わりたいと思います。また次、追加モンスターが出たら、次のアップデートで、動画の方では会いましょう。生配信は週に1回は絶対やってるんで、よかったらみんなで遊ぼうぜ。遊ぼうぜ。ちょっと装備も、見直しときますね。
というわけで今回の動画はここまでで、最後まで見てくれた方ありがとうございました。ではではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。